お忘れ物のないようにご注意ください。乗り降りの際、足元にご注意ください。2番乗り場から普通に JR 停車しましょう。電車は7両で到着します。足元は白い色丸印、1番から7番で2列に並んでお待ちください。大阪方面にお越しの方は尼崎駅でお乗り換えください。まもなく1番乗り場に7時34分発普通西明石行きが7両です。
駅は1番乗り場から発車します。列に並んで約7分1番乗り場ご連絡をおかけします。芦屋佐賀駅方面ご利用の客様にお知らせいたします。ただいま JR 神戸線尼崎駅立花駅間において右の確認を行いました。ただいまから運転再開可能となっております。準備が整い次第運転を再開いたします。現在次に一番乗り場に参ります。7時41分発西明石行きは
番乗り場に8時6分から普通高槻行きが7両で参ります。危ないですから黄色い点字ブラックまでお下げください。お忘れ物のないようにご注意ください。乗り降りの際に足元にご注意ください。2番乗り場から普通の JR 東海線経由花線行きが発車します。ドアバルス1番乗り場に8時9分発普通西明石行きが7両で通ります。危ないですから、黄色ピンクブロックまで進んでください。こちらの車は、電車が、
通西明石行きは1番乗り場から発車します。まもなく2番乗り場の8時15分。西明石行きは1番乗り場から発車します。